それではただいまから、司会改革推進委員会を開会をいたします。本日は、政府区議長5000後の最初の委員会でございますので、私から一言ご挨拶を申し上げます。この度本委員会の委員長の重責を施すかりましたが、円滑な委員会運営ができますよう、誠心誠意、務めてまいりますので、副委員長をはじめ、委員の皆様方の格段のご支援、ご協力をよろしくお願いを申し上げます。 それでは本日以降の委員会についてでありますが昨年度2月の委員会において京都市会基本条例の検証評価についてその実施手法をご決定いただき今年度から個別具体的な検証評価に取り組むこととしておりましたので本日から実施していくことといたしますなお検証評価の進め方についてはすでにご確認いただいているところですがはじめに 各会派において評価の検討および取りまとめを行っていただいた上で、政府委員長会議においてそれらを集約し、集約された内容に基づき、委員会として評価の検討および取りまとめを行い、具体的にその取りまとめ結果を公表することとしております。そこで本日の委員会では、各会派の皆様に評価の検討および取りまとめをお願いさせていただくとともに、 最終評価結果の公表のあり方についての検討も併せてお願いをしたいと考えております。それでは、各会派における評価の検討及び取りまとめについてであります。各会派において、評価の検討及び取りまとめを行っていただくにあたり、評価項目に関係する条文の趣旨解説や取り組み実施などをあらかじめ記載した評価シートを 事務局に作成させましたので、お手元に配布いたしておきました。つきましては今後、各会派において、これらの記載内容等に基づき、評価内容等をご検討いただき、すべての評価シートの評価欄及び、条文改正の必要性欄に、必要事項をご記入の上、5月15日の月曜日、5月15日の月曜日までに私、 委員長宛に同シートを提出していただきたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。それでは、お手元に配布しております評価シートについて、あらかじめ記載している内容等について、何かご意見やご質問がありましたら、お伺いをしたいと思いますが、いかがでございますか。 どうでございますでしょうか。全員かはい、森会員どうぞマイ,クマイクを使ってください評価シート全般なんですが、この評価理由、あの項目によってはです、ね、この評価理由の中に、この波線が、斜め線があの書かれているところには、当然、記載をしないようにということだと思うんですが、あのこの斜め線が書かれている理由というものはあの、 どういうところに理由があるんでしょうか。書かないで、まあ、あの。書かないようにということだとは思うんですが、あの、書くとダメなのか、いかがでしょうか。石尾調査課長。 あの今のお尋ねでございますけれどもあの評価につきましては、えー、あの規定の内容によりまして、えー、司会の,あの決まり事でありますとかあ他の条例の規定していることのみを定めているといったようなものがございまして、えー、まあ評価することが少しできないと。 いうような条文がございますので、それにつきましては、あの波あの破線等で示した上で、4とその他という形での記載をしているわけであります。ただこれはあの条文ごとではなくて、あの評価項目ごとにまとめてございますので、編みかけをした部分については、それら今申し上げたような。 評価することがしにくいもので、それ以外のものが入っている部分がありますので、それは編みかけ、編みかけでないものという形で記載をしているというところでございます森り委員。ではもうこれはもうすみません、あの書かないで、あの置かないで結構ということで、そういう理解でいいですね。西尾課長 あの評価については、今申し上げたとおりでございますので、よろしくお願いしたいと思います、ただからその場合につきましては、条例改正の必要があるかないかといった点がございますので、それらについて、記載をしていただくということになろうかと思いまほか、はい、にございませんでしょうか、吉井、はい、ん,んちょっと今の森川議員がおっしゃった、もう一回説明してもらえません、今、僕、よく分からへんかったんやけど、はい、西岡町。 はい、あの評価の部分評価評価を、評価シートを見ていただきますと、えー、A, 表 A シートと B シートというものがございまして A シートについてはあの、まあ、決まり事でありますとかあの他の条例で規定しているようなものを定めているようなものが多くなってございまして B シートにつきましてはこれはあの取り組み事情状況などが。 記載されたものということで A と B が大きく分かれているわけでございますが先ほどのお尋ねでは評価シートのところで評価のところはあらかじめこちらの方で斜線を引いてそして4といったような記載をしているものがございます例えば評価シート A の 1, ペ1枚目のものですねこれについては 4その他という形で評価がすでに入った上えで斜線で消しているといった形になってございますでこれにつきましては記載している内容というのがこの場合であれば全文といったことでその条文自身の制定した背景とかそういうものを書いているものでございますので評価にはなじまないということであらかじめこれにつきましては4という形のものを入れさせていただいているということでございます。 あの一方あのその次のページのシートマカニクですね、えー、評価シート A ということで総則といったものがあります、えー、これについては、えー、あそうですね、えー、これじゃないなえー、っとすいませんえ例えばあのそうですねあの <laughs> すみませんあわかりますすみませんよろしいですか、はい、他にございますか。 それでは各会派等でご検討いただいて、5月15日までに私までご提出をいただきますようにお願いを申し上げます。それでは次に、最終評価結果の公表にあり方についてであります。最終評価結果については、司会ホームページ等で公表することについて、すでにご確認いただいておりますが、公表用の資料として、どのような形式が望ましいかなど、 公表のあり方についても協議していきたいと考えておりますので、各会派に置かれては内容評価内容等と合わせてご検討いただきますようお願いをいたします。この件はよろしいございますか。はい。本日の協議案件は以上であります。ここで委員の皆さんにお知らせをいたします。まず次回の委員会の日程でありますが。 6月14日水曜日の午前10時から開会いたしますので、ご予定のほどよろしくお願いをいたします。次回の委員会では、各会社における郷土司会基本条例の評価結果を踏まえ、委員会として検証・評価を実施することといたします。以上で本日の委員会を参加いたします。委員の皆さん、ご苦労さまでございました。 引き続き政府副委員長会議を行いますので、副委員長さんはお残り願います。